まあ、あと公開13分前なんで、もう入ります、劇場に。はい、でここからはリゼロ VA の感想と豪華キャスト陣による舞台挨拶のお話をちょっとしていきたいなと思うんですけども、もうね、何度も言います、とりあえず取れなかった今回のチケット、本当に激戦、もうみんな落ちまくってんの、舞台挨拶のチケット、もうそのぐらいヤバかった。もう豪華キャスト陣がすごいから、小林裕介さんね、高橋理恵さん、内山由美さん、そして我らの水瀬いのりん、水瀬いのりん、水瀬いのりん、そして村川理恵ちゃんね、この豪華キャスト陣5人の登壇、もうやばいの。俺もチケットピアの当選率アップ券をね、1年かけて貯めた当選率アップ券利用して、ようやく D 列のちょうど真ん中取れました。もう東大です、東大受かりました私。でそれでね、いやでもね、こんだけみんな落ちてるからもう同志はいないだろうなと思ったらね、メロンソーダ買いに並んでたの、ポップコーン売り場に。そしたら、タグエンさんですかと、私リスナーですと、 D 列ですと、同じですと、よく生きよかった、よく生きよかった、タグエンさんリスナーですと、 B 列です、お先に失礼します、よく生きよかった、よく生きよかった、共にみんなでイノリンを迎え入れようじゃないかと。で前方列を完全にタグエン、チームタグエンフォーメーションが出来上がって、もう大歓声でイノリンに惹かれるぐらいの大歓声でお出迎えしようってなったところで、イノリさんの登場です。可愛すぎて何も言えねえ、可愛すぎて何も言えねえ、もう天使の語源だわ。で OVA を見終わった後にツイッターで感想をさらっと流してみたんですけど、ちょっとね、思ってたのと違うなっていうコメントがちらほらあったんですよね。だから解説したいんですけども、今回のリゼロ OVA っていうのは11話12話のちょうど間の話になってます。 11.5 話だから、11話までレムラムのためにすんごいスバル何回も死に戻りして頑張ったじゃないですか。で12話オートに行ってね、すごいイケメンたちにボロボロにいじめられるスバルの安息の日常会となっております。そして萌え萌え日常 OVA 会と決まれば、誰がメインヒロインだと、今回の1時間に満たない50何分のストーリー、誰がメインヒロインで行くんだと、エミリアタンか、本編同様エミリアタンかと、 EMT エミリアタンマジ天使勢の圧力に角川は屈するつもりかと、レムリンだと、レムリンの鬼がかってるの見ただろう、鬼がかってビクトリーアニメーション OVA だろうと、ラムチーだろうと、ラムチーを出せーと、ベアこの書物に入らせろと、皆さんね、固唾を飲んで私の動画見てるかと思います。発表します、全員がメインヒロイン、ベアこのツンデレ加減超可愛い、窓際から気になるんだけどねみたいな、ベア子が超可愛い、そしてエミリアタンマジ天使、あのアホっぽいね、いつものエミリアタンが帰ってきたと、超可愛いです。そしてラムチー、本編超えてるぞラムチー、当たり目でも食い出しそうなね、おっさんのねラムチー超可愛い。そして我らのレムリン、俺ねリゼロでレムリンがもちろん一番だよ、レムリンのシーンが全て一番なんだけども、それをね差し置いてちょっと入ってきそうなのがあのシーンですよ、フェリスタンのクジラ戦の後のスバルへの行動、ハムあれをレムリンが、この後は劇場で。もちろん萌え萌え日常パートでも僕は大満足だったんですけど、11話12話の間 11.5 話をものすごく意識した作りになってるのが良かったですね。スバルと村の子供たちのわちゃわちゃした会話、スバルの胸をつかむあの怖い演出、そしてエミリアタンこれから王都へ向かうすごい不安な気持ちを抱えながらのパックとエミリアタンのすんごいシリアスな会話があるわけですよ。もうね11.5 話なんです。だからリゼロ好きはかなり楽しめる 11.5 話、もちろん初見さんは結構しんどくなる 11.5 話になってたんですね。そして本編関係ないんですけど、エンドロールでスペシャルサンクス、小説家になろうの皆さんと、そしてこれから出会う小説家になろうの皆さんっていうエンドロール見てね
ちょっとじーっと来てしまって、今もう本当に出版社作者さんどっちか分かんないけども、小説家になろうアップロードしたの消して、まあ再出版作り直して再出版ちょっとなろうっていう出身っていうのを隠す文化がちょっと出始めた、なろうに対する風当たりが強い中で、そこでリゼロがね、ナローのアニメのエースですから、リゼロがこうやってスペシャルサンクス監督の前にドカンとナローですというのはちょっとやられたね。ナローこれ認めるよねと思っちゃいました。で、いつもつけてる100点満点のおすすめポイントなんですけど、いや難しい。いやほんとリゼロ愛があれば楽しい。全部見てる人は楽しいっていう本編。ただちょっと1話しか見てない人はちょっとしんどいかなって。いや80。1兆4000億点です。あなたがいた夏の終わり。違う